あなたがいるから私は駆け出せる。ここだ。あなたがいるから私は駆け出せる。真っ赤な花を咲かせな。あなたがいるから私は駆け出せる。この程度。そんな攻撃。言っとくが手加減なんかできねえからな。戦うことでしか道が開けないのなら。あなたの能力を禁じます。舐めるな。そんな攻撃。リードしてね。外さない。ここで引き下がるわけにはいかねえんだよ。別名滅多打ち。ここは慎重に行くぞ。やっ。そんな攻撃。行くぞ。一気に形勢を変える。振り切る。私たちには帰る場所があるから、負けるわけにはいかない。
俺たちなら。失せろ。王の牙をなめるなよ。タイミングは分かってるな。ここだ。そんな攻撃。さあ、行きましょう。やっ。食らうかよ。あなたがいるから私は駆け出せる。はっ。なめるな。俺たちなら振り切る。私たちには帰る場所があるから。
負けるわけにはいかない。おい、あんた何してるんだ。若い娘がうろつくような場所じゃないぜ。そんなに警戒すんなよ。こんなところに人がいたから話しかけてみただけだ。すみません、突然反乱の巨漢に話しかけられたので驚いてしまいました。あなたはピュッピュのおじさまに招かれた方ですか？あれを招かれたというのならな。あんた、あいつを知ってるのか？私の友達がおじさまとは旧知の仲で、その縁で私もよくここには遊びに来るんです。でも。どうかしたのか？その友達がおじさまとガチで喧嘩しちゃって、ボッコボコに負けたまま目を覚まさないんです。確かにピュッピュの強さは常識外れだからな。おじさまの本気モードは鬼です。ホームの右の部屋に青い服を着た男性が寝ていませんでしたか？彼がその友達で、アユタと言います。私、彼を目覚めさせたくて。おじさまがその答えはこのラビリンスの中にあるはずだって言うから、それを探している最中なんです。そうか。このラビリンスは凶暴なモンスターも多い。あんた、俺と一緒に。ありがとうございます。でも大丈夫です。私、エンカウンター持ってるので。私はクシナって言います。また出会うことがあったら気軽に話しかけてくださいね。楽しみにしていますね。俺はオーガだ。ではまた、オーガのおじさま。あ、オーガのおじさま。俺はまだ29だぜ。
よ、また会ったな。オーガのおじさま。おじさまはよしてくれよ。俺はまだ29だぜ。あ、すみません。貫禄があったからてっきり。じゃあ、オーガさんでいいですか？ああ。オーガさんたちの探索は順調に進んでいるんですか？順調とは言い難いが、まあなんとかな。あんたはどうなんだ？探し物は見つかったか？ いえ、どうやらそれは情報端末のようなんですけど、一体どこにあるのやら。途中で出会った恐竜さんやナメクジさんに聞いても首をひねるばかり。ネズミさんやギャリックさんたちに相談しても分からずじまい。ピッピは何か教えてくれなかったのか？おじさまも知らないみたいなんです。でもこのラビリンスのどこかにある情報端末ならアユタを目覚めさせる答えが見つかるかもって。だいたいそいつらの喧嘩の原因は何なんだ？それが私にもわからないんです。気がついたらもう喧嘩を始めていて、私が小一時間問いただしても何も教えてくれないんです。俺があいつに聞いてみるか。ぜひお願いします。私も頑張って端末を探してみます。オーガさんってとってもいい人ですね。Thank you.
あなたがいるから私はかけ、うわ、ユキトラ、俺たちなら、しまった、はっ、立ちふさがるのであれば早く傷を癒した方が良さそうね。傷を再生します。この勢いで、なめるな、言っとくが手加減なんかできねえからな。戦うことでしか道が開けないのなら傷を再生します。これならいける。で、あ、リードしてね。タイミングは分かってるな。やっ、俺たちなら、立ちふさがるのであれば早く傷を癒した方が良さそうね。運命に抗うための力を、この勢いで、大丈夫よ、はっ、タイミングは分かってるな。燃え尽きろ。私たちには帰る場所があるから、負けるわけにはいかない。